それではこの時間のセッションを開始していきたいと思いますホ、えー、セッションは開発チームを支援する CCOE の仕組みづくりと題しましてニューレリックの相沢と、えー、本日は NTT ドコモで CCOE 活動をされております奥田さんをお招きして登壇したいと思います浅口、えー、相沢と申しますよろしくお願いいたします奥田さん本日はよろしくお願いいたしますはい株式会社 NTT ドコモで CCOE をしております奥田と申しますよろしくお願いいたします まず自己紹介をさせてください。私、ニューレリックでシニアソリューションコンサルタントをしております、相澤と申します。私は15年以上にわたり、大手 SIR のエンジニアとして、日本の大企業様向けのシステムの設計構築のご支援であったり、運用の設計構築のご支援に携わってまいりました。Google Cloud をはじめとする各種クラウドの CCOE としてですね、活動する中で、Kubernetes やクラウドネイティブといった思想に出会い 新しい世界にチャレンジされる方々の支援に数多く携わってまいりました。ただそんなモダンなアーキテクチャの設計とか運用にトライする方々は現場でとても苦しんでいました。そんな苦しんでいる方々をどうにか課題を改善したい、解決したいと思いまして運用プラットフォームであるニューレリックの方に、えー、昨今、ジョインいたしました。現在はエンタープライズをはじめとした多くの企業様にコンテナ、 ですとか、クーバネティス等々のクラウドネイティブのパワーをですね活用いただくべく各種サポートをさせていただいております。そんな経歴なので、クーバネティスの本であったり、ニュレイクの書籍なんかも執筆しておりますので、よかったら本当に撮ってみてください。本日はよろしくお願いいたします。さて、本セッションの対象者、このように書いております。CCOE に従事している方、こちらを対象にしたいと思います。 こちらのセッションにご参加いただいているということなので、CCOE そのものについては、本日は割愛させていただきます。CCOE という名前や冠が付いているかどうかは別として、それに関連する業務についていることを想定しております。普段からですね、CCOE に従事されている中で、クライドを事故なく安全に使うためのルールとか整備、こういったものに時間を割いていくことが多くて、 現場に本当に役立つ仕組みが提供できているかどうか、そんな悩みを持たれている方に今日お話しできればと思っております。私も前職 CCOE として活動する中でものすごく同じような悩みを抱えておりましたので、皆様にも同じような悩みとですね、解決策といったところをご提示できれば幸いです。そして、コンセッションのゴールですけれども、CCOE のミッションやスコープを正しく理解することであったり、より現場に 役立つノウハウとか、いわゆる攻めの CCOE への取り組みの一つとして、オブザーバビリティ、こちらへの取り組みの重要性を感じ取っていただいて、取り組んでみようというふうに思っていただきたいと考えております。ぜひ皆様の業務と照らし合わせながらお聞きいただければ幸いです。CCOE ですね、とても広いテーマになりますので、 本日お話しすることとしないこと、時間に限りがございますので、こちらをちゃんとお話し最初にしておきたいと思います。まず最初にお話しすることですが、CCOE のコンセプトですね、目的とか目指すべき方向性とか、こういったものをお話ししていきたいと思っております。逆にお話ししないこととしましては、CCOE が取り組むべき網羅的な作業項目の洗い出しであったり、どんな手順でやっていけばいいのかとかですね、 こういったところは本日はお話踏み込まない予定でございます。で、もう一つはそもそもオブザーバビリティというものそのものが何かといったところの詳細については、まあ、別のコンテンツでいろいろご説明もしている機会が多いので本日のセッションの中ではこの2つについてお割愛をしていこうと思います。あらかじめご了承ください。はい。えそんなセッションですが本日三つの、主に3つのコンテンツでお届けしたいと思います。まず CCOE とはといったところですね。これをちゃんと 理解していきましょう。整理していきましょうというトーンですね。2点目が本題になります。開発チームがオブザーバビリティを実践できる環境を準備していこう。CCOE としてですね。これでどうやっていくのかっていう話を最後して、次にしまして、最後に NTT ドコモ様による CCOE 活動の実践的な事例のご紹介をいただきたいと思っております。まず1点目ですね。CCOE とは まず皆さん、こちらの書籍ご存知でしょうかえ去年の11月に発売された、おそらく日本初の CCOE 本になります。えこちらの書籍、大変素晴らしくてですね、日本の大規模文化に寄り添った形で、CCOE とは何か、何者か、なぜ必要なのか、そしてどうやって推進していくべきかといったところがこと細かく書いてございます。今日はこちらの書籍の内容も引用しながら解説していきますので、 すでに読んだことのある方は知識の再整理をしていただきながら新しい気づきを得ていただきたいですし、まだ読んでないよという方はですね、これを機にぜひお手に取って読んでみてください。本日の話より深く理解できるようになると思います。さて、そんな CCOE 本ではですね、CCOE というのはこのように定義されています。DX を実現することです。DX ってなんかピンときますかね、皆様。 ちょっと抽象的な言葉なので、もう少し噛み砕いていきたいと思います。で、この書籍では DX をこのように表現しています。デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革すること。二つ目がデジタル化によって得られたデータを活用して顧客体験、従業員体験を変えること。この二つに絞られています。まあ、このレベルで言うと、まだ抽象的ではあるものの、皆さんの業務に少し近しい表現になったんじゃないかなと思います。 そしてこの目的を実現させる手段として次のアプローチがあります。4つですね。クラウドの利用促進、スキルセットの獲得、定量的な効果測定、仮説検証の高速化、マインドセット、文化の情勢。この4つです。ここで大事なのは3つの観点があります。これ紹介したいと思いますが、1点目は、クラウドの利用促進というのは、手段の一つに過ぎないということです。 得として CCOE はですね、このクラウド利用促進がいつの間にか目的になってしまっているケースが多いんですけれども、CCOE の目的というのはあくまで DX の実現であり、その手段としてクラウドを有効活用していこうという思考回路の順番がこうなっているんだということなんですね。こことても重要な観点です。順番逆にならないようにお気をつけいただきたいと思います。2つ目はですね、 定量的な効果測定仮説検証の高速化を実現するということが CCOE のスコープに入っているということです。先ほどのクラウド利用促進と関連しますが、うまくクラウドを使うだけでは DX は実現できないんです。DX の実現、つまりはデジタルビジネスを成功に導くためには、皆さんが自分たちで作り上げたサービス、アプリケーションがいつどこにどのような課題を抱えているのか、 その課題がビジネスにどのように影響しているのかといったものをしっかりと測定をして、そのファクト事実をベースに仮説検証を回していく、行っていくということが欠かせないです。c c o や、e、はこういった観点もスコープに入れて活動する必要があるよというふうに、この書籍の中でも言われています。ここの詳細は少し後ほどご紹介しますが。そして3つ目ですね。これを組織として支援する、活用して推進していくということです。 組織として支援するというのは、自由と当選のバランスを保ちながら推進していくということになります。まあ、例えば何か新しいことにチャレンジするプロジェクトが立ち上がって、まあ、そこのプロジェクトの中では、既存の社内プロセスが特別に免除されていたり、まあ、積極的に最新技術であったり、プロセスというものを取り入れやすい環境が与えられるんですけれども、そこで成功体験を得たところで、 じゃあその成功体験をいきなり全社に展開する、普及するとしても無理がありますよね。今まで積み上げてきたプロセスとか仕組みっていうのはもちろんいいところもたくさんあります。ありますよね。皆様の会社の中にもあると思います。しかしながら、どうしてもそういうところとのギャップ、最新のものと伝統的に築き上げてきたもの、ギャップが生じてしまいますので、まあ、そうなると最悪な場合、既存の勢力というのは 抵抗勢力に変化してしまって、なんかそんな最新なものやってたって、そんなのこう、調子に乗ってやってるだけだろうというふうなことになって、まあ喧嘩になってしまうんですね。まあ、こうなってくると、本末転倒です。ですので、CCOE はそういった最新事例と、旧来の仕組みというものを鑑みながら、お互いのバランスのいいところを見つけ出して、その会社さんの中で、皆様の会社の中で、最適なスピード、 最速のスピードでできる落としどころを見つけて変革していくというのがとても重要なミッションになります。当然、組織を横断した活動が必要になりますので、相当なパッションやリーダーシップが必要になってくるわけです。こんな CCOE のミッションと手段をジャーニーマップという図に表現し直してみました。先ほどご紹介した4つの手段をプロットして、CCOE のどのフェーズでどういったことをやって、どういった価値が提供できるかというのを1枚にまとめております。 あくまで参考ですので、皆様の CCOE 活動の内容と照らし合わせて見てみてください。すでにやれているところと、あ、できていないからちょっとやってみたいなというところがぼんやり見えてくるんじゃないかなと思います。日本ではですね、CCOE は上質部門とか、いわゆる IT 部門、ライセンス管理とかをする方々が推進をし始めるケースがとても多いです。従って、クラウドの利用促進とかスキルセットの獲得というのを行う際には、 まあ、ルールやプロセスを整備するということ、結構やりやすいポジションにいらっしゃるケースが多いんですね。ですが、右半分ですね、定量的な効果測定や仮説検証の高速化というのは、とても実践的なノウハウになりますので、実際のサービスの上を行っていないと、生きた情報とか、tips っていうのを得ることが難しくなってきます。ですので、ここ。 なかなか手を出しづらいということが起こりやすいわけですね。この視点は、各開発部門、実際に,実際にやられている方々の中に閉じられて埋没していくというケースがあります。ここをぜひ皆様にチャレンジ、突破していただきたいというふうなのが本日のメッセージになります。ぜひ皆様の CCOE は開発部門と一体となって、この分野における実践的なノウハウを吸収しつつ、繁華して、 後続の開発チームが実践しやすい仕組みを整備することにチャレンジしていただきたいというふうに思っております。じゃあどういう仕組みを整備すればいいかという話をしていこうと思います。その前にですね、なんでこういう仕組みが必要になったのかという時代背景とか技術の発展というのを少し整理したいと思います。今までのシステムというのはメインフレームに代用される、いわゆる一部の社員が業務の効率化のために使うことがほとんど。 でし,たんで,すで,でしたが、何も起きていないこととか、安定稼働することっていうのが、その時代では何よりも大事だったんですね。ただ、右側に行くにつれて、まあ、DX とかデジタルビジネスを加速、成功化していくためには、それだけじゃダメになってきてます。安定稼働っていうのはもちろん大事なんですが、これに加えて改善スピードであったり、新たな体験とか技術、価値を提供することがより一層求められるようになってきました。 ですので、システム的にはクラウドとかコンテナとかを活用してアジリティの高い構成とかを実現してきたということになるんですね。こういった技術の発展やシステムが求められる役割が変わっていくと、監視という文脈でも求められることが変わってきています。監視の対象はサーバー1台とかだけでなく、より複雑化して多くなってきますで。しかもそれらは常に変化することが当たり前になり、 サーバーやプロセスが安定的に稼働していることというだけじゃなくて、サービスとかアプリケーションの利用者がその体験とかパフォーマンスかが影響を与えてないか、こういった観点で見ていく必要性が高まってきています。もはや CPU のサーバー一つの CPU がどうなっているかといったところを見ているだけでは、十分な監視の観点が見られなくなってきているということになっています。これがオブザーバビリティが必要というふうに言われているゆえになります。 ここのオブザーバビリティの詳細については本日はご説明いたしませんので、必要ありましたら別のコンテンツをご確認いただければと思います。で、このオブザーバビリティですね。CCOE ジャーニーの定量的な効果測定とか仮説検証の高速化が必要になってくる。この情報に通じてくるわけなんです。実際、ここに取り組んでいる企業とそうでない企業というのは、サービスの収益性とか品質にも大きな差が出てきています。 詳細な数字はここをご覧になっていただければと思いますが、じゃあ、この CCOE として、定量的な効果測定、仮説検証の高速化を組織として実践、支援していくためには、どのようなアプローチを取ればいいのかというのを次からご説明したいと思います。従来の CCOE は、事故なく安全にクラウドを使ったアプリケーションを開発できるように、あらかじめある程度定められたアーキテクチャとかシステム構成を払い出されて、 その上にアプリケーションを開発するケースが多いです。規定の構成で自分をでその構成をプロビジョニングするのか、まあ、払い出してもらうのかといった違いはあるにせよ、まあ一通りですね、決められた構成でちゃんと作りなさいというところはルールとして定められているケースがほとんどだと思います。でただそれだけだと、作った後の運用ルールについて何もガイドラインとかがない状態になってしまいがちですね。 そうなると、各開発チームが個別に運用基盤とかプラクティスを考えていく必要があります。それと大体そこで炎上するんですね。作るためのプラクティスは教えてもらった世にも溢れていて調べられる。けれども、それを運用していくためのノウハウとかティップスっていうのは、実はあまりなくて、その結果後手になったり、最悪の場合サービス停止に追い込まれて、機能改善とか新機能開発どころではなくなるというケースがよくあると思います。 そこで CCOE は成功体験のある先進事例のチームのノウハウとか、こういったものを集めてですね、実践的なノウハウをしっかりと集めて、それを繁華したものをテンプレートにして、払い出してあげる、後続のチームに払い出してあげることで、運用のためのベースラインノウハウというのが会社全体で総括上げされて、そういった実践的なティップスがサイロ化していくというリスクを低減することが可能になります。 後続の開発チームからすると先人の知恵を借りることができるようになるのでサービスローンチの後ですね、運用に対する物理的な負荷はもちろん心理的な側面でも安心感を醸成していくということが可能になります。このように事故なく作るというためのルールやプラクティスの整備ですね、いわゆる守りの側面だけではなくて作った後の運用を効率よく回していって ビジネスの加速化と成功に導くため、この環境もセットにして提供、支援、フォローできるようになると、CCOE としての皆様の価値も高めていける、そんな存在になれるよというところを我々は信じております。そこで本日はですね、今お説明した内容を実際に実践されております、NTT ドコモ様の CCOE である福奥田さんを招きして、その活動の中身についてご紹介いただこうと思います。それでは奥田さん、よろしくお願いいたします。はい。相沢さん、ありがとうございます。ここからは、NTT ドコモにおける CCOE 活動のご紹介をさせていただきます。まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。私、NTT ドコモで CCOE をしております、奥田と申します。 CCOE として主に担当している業務としては、パブリッククラウドのコスト最適化であったり、社内向け勉強会の企画、開催、またドコモクラウドパッケージというクラウド活用に関するノウハウを集約したガイドラインの社内外への提供や共通基盤の運用を実施しております。 はじめに NTT ドコモの CCOE のコンセプトとこれまでの取り組みについてご紹介をさせていただきます。NTT ドコモの CCOE では企画、開発、運用、セキュリティ、営業など、クラウドに関することは何でも実施をしております。例えば、契約、窓口の集約として、クラウドプロバイダーとの一括契約交渉や社内要望の取りまとめ、内部統制として、 社内のクラウドアカウント管理やコスト管理、ポリシー適用を行っています。さらに、個別プロジェクト支援として、社内のクラウド利用者に、社内のクラウド利用者からの問い合わせに回答を行ったり、希望者に対してアーキテクチャやコスト、セキュリティに関するコンサルティングを実施しています。また、社内のリテラシー向上のために勉強会を開催したり、ドコモクラウドパッケージを提供しています。 また、共通基盤として、コストビジュアライザーというクラウドのコスト可視化ツールや、スキャンモンスターというセキュリティアセスメントツールの内製開発、社内外への提供を実施しております。さらに、各種サース、サードパーティー製品の運用を行っています。どこもクラウドパッケージに関して、さらにご説明をさせていただきますと、 こちら、クラウド活用に関するノウハウをぎゅっと詰め込んだコンテンツとなっております。パブリッククラウドのアップデートの頻度は非常に早く、それに追従するため、どこもクラウドパッケージでも最低でも半年に一度アップデートを実施しております。これまで延べ300社以上の社外のお客様に対して販売を実施しております。Google Cloud のみではなく、AWS Azure 版も作成しております。 どこまで実際にクラウドをこういうふうに使っているであったり、ベストプラクティスなんかを詰め込んだツールとなっております。こちらもし皆様ご興味ありましたら、いつでもお問い合わせいただけますと幸いです。さらに共通基盤に関してもご説明をさせていただきます。共通基盤は、世間で広く利用されている様々なクラウドサービスの全社展開のことを指しております。 契約の取りまとめ、開発、運用、統制、サポートを全社向けに提供をしております。メリットとして、セキュアで使いやすいプラットフォームの全社展開による業務効率化と開発者支援として、CCOE がセキュアな設定を各種サースであったり、サードパーティー製品に対して実施することで、より安全な状態で社内に対して提供を行っております。これにより、シャドウ IT 撲滅の役割も担っております。 さらに、自動化による少人数での効率的運用として、例えば、当弊社では Google Workspace を6600ユーザーほどの規模で利用をしておりますが、それを1人から2人程度の少ない人数で運用できるほどの効率的な運用を実施しております。さらに、社内での利用希望者を集約をすることで、ライセンスを CCOE で取りまとめ、コスト効率化にも貢献をしております。 これらの共通基盤の利用状況を Google のデータポータルを活用することで可視化も実施しております。この共通基盤の取り組みの中で新たに New Relic を採用いたしました。その理由として共通基盤の一つであるバックログというプロジェクト管理のツールがあるんですけれどもこちらを CCOE では以前よりパッケージ版を運用していました。その中で リモートワーク拡大によるトラフィック増加があり、パフォーマンスが急激に低下をしていました。そこで、New Relic APM による分析を実施したところ、データベースへの接続確立時にボトルネックがあることを発見し、パラメーターチューニングにより大幅な改善をすることができました。CCOE で実際に使ってみて、しっかりと ボトルネックのある箇所を発見し、改善を実施することができ、とても良かったという点と、利用者を集約することでメリットがあることが見えたということで、共通基盤化を実施することになりました。共通基盤化後に実施したこととして、社内コミュニティ活動によるノウハウの共有を行っています。社内のニューレリックの利用者向けに対して、ニューレリックのエンジニアの方による勉強会を 複数回開催しております。社内の利用者のみではなく、これからニューレリックを使おうかなと思っている人や、まあ、そもそもニューレリックを知らないけど、ちょっと興味があるような人も自由に参加できるような勉強会を開催しています。さらに、コミュニティの場としてニューレリックのエンジニアの方も参加する Slack チャンネルを作成し、そこでニューレリックの最新情報であったり、ちょっとしたチップスなんかを常に共有を実施しています。 今後の展望として、プロジェクトや組織を超えたコミュニティの作成、ノウハウの共有を実施したいと考えております。現状ですと、各プロジェクトであったり、組織の中でノウハウが閉じた状態になってしまっていますが、それをプロジェクトや組織を横断して、いつでも自由にノウハウを共有できるような姿を目指したいと考えています。ニューレイックをこういうふうにうちでは活用しているよっていう活用事例であったり、 そもそもシステムをどういうふうに運用しているのか、システムの構成はどうなっているのかっていう、これまで各プロジェクトに閉じてしまっていたノウハウを、プロジェクトをまたいで共有できるような状態を目指したいと考えています。さらに、プラットフォームの共通化として、サービスの稼働状況が一目瞭然な状態を目指したいです。現状ですと、A のサービスのサービス稼働状況を 確認しようと思うと、このツールを確認しないといけない。でも、B のサービスの稼働状況を確認しようと思うと、また別のツールを確認しないといけないというふうに、そうバラバラなツールを、それぞれのサービスに応じて使い分ける必要がありますが、これをうまく共通化をすることで、すべてのサービスを横並びにして、一目瞭然な状態、一目瞭然にし、いつでも確認できるようにしたいと考えています。 こうすることで、安定しているサービス、安定し,たいしていないサービスもと簡単に確認することができ、安定していないサービスは、安定しているサービスのサービス運用者に対して、どういうふうに運用しているのかであったり、サービスの構成を自由に聞きに行けるような状態になればいいなと考えています。さらに、とビジネス部門の方は現状、 サービスの稼働状況を知ろうと思うと、その運用者に対して個別に連絡をしたり問い合わせを行わないといけないような状態にありますが、そこもうまくダッシュボードを活用することでビジネス部門の方もいちいちサービスの運用者に連絡を取ったりすることなく、自由にサービスの稼働状況を確認できるような状態になればいいなと考えています。はい。私からは以上となります。 奥田さん、ありがとうございました。非常に実践的なノウハウ情報だったと思います。それでは本セッション、時間も迫ってまいりましたので、まとめに入っていきたいと思います。本セッションですね、CCOE とは何か ?CCOE は DX の実現をするため、ここに向かっていくために何をしていったらいいのかといったところをお話をしてまいりました。左側2つはですね、比較的やりやすいんですが、右側2つですね、 なかなか一歩踏み出しづらいという状況があったかと思いますので、ここにですね、ぜひ踏み出していただいて、その成功といったところに向かっていくチャレンジを取り組みというところですね、ご理解いただけたら幸いでございます。で、そして、NTT ドコモ様のお下様を人にですね、お取り組みいただいている c c o、A、の方はですね、このマインドセットの情勢ですね、コミュニティを運営して、さらにこの定量的な効果測定、仮説検証、高速化、こういったところを 全社で共有し合える文化といったところを作っている。非常に素晴らしい事例だったと思います。ぜひ皆様もですね、NTT ドコモ様の事例を参考にですね、そちらに向かっていくチャレンジ、始めていただければと思います。文字にして最後まとめていきたいと思います。CCOE の目的というのは DX の実現でした。クラウド利用推進、ここはですね、その手段の一つに過ぎないので、 あくまで目的と手段、間違えないようにしましょうというところですね。2点目、どう作るか、ここは大事なんですけれども、ちろん大事なんですが、どう運用していくかという、素早く改善し続けていく仕組み、ここも CCOE としてちゃんとフォーカスして、スコープに入れて取り組んでいきましょうとうことが大事になります。どうやって作るかというところよりも、どうやって運用していくかという価値が、昨今すごく高まってきている。 ここを感じ取っていただければ幸いですで。最後はですね、そのどうやって運用していくかというノウハウは先進的なチームとですね、連携して実践的なティップス、ノウハウを集約して繁華して、後続のチームが実践しやすい環境、これを整えて発信していこうといったところに取り組み始めていただけると嬉しいなと思っております。本日はご清聴ありがとうございました。皆様の CCOE 活動の 参考になれば幸いでございます奥田さんも本日はどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれでは失礼いたします